今回はティーヤの文字を解読したいに対する読者の反応集を紹介します。たびたび話題になるティーヤ神様の時は散々邪魔だ叩かれていたが、いざ見えなくなるとそれはそれで腹立つ。一部では金城にやらされている説もある。このままだと落胆免れたのに気持ちよく進級できないということで、なんとか解読できないか検証したい。単位取れたんだ、おめでとう。ありがとう、俺はお前を待っていた。ちなみにアプリで色々試したが、そもそもマガポケ自体の画像が潰れてて無理。何かいい方法ない？本紙を買う。ピクセルがどのくらいなのかもわからんから、解像度上げても膨張して読めない。あとは紙媒体で買ってルーペで見るくらいしか方法がない。っていうことで買った。使用するルーペ貼るマグに入れドライト付き。見てろよティーヤ。画像貼るの忘れたけどこれね。後ろのグッズ良いね。偉すぎる。俺も今度漫画喫茶を行って過去のマガジンループで見ることにするわ。いけそう。どう？読めちゃったよ。読めなくてもよかったかもしれない。おい、ティーヤ、わら。くへ。必死に恋愛テクを勉強してる。モブオの皆さんより。何もしてない僕がモテモテ。お疲れした、ショー。読まれない前提で好きかって書いてるな、こや。読めなくてよかった、ハクサ。読めなくてもイライラするし、読めてもイライラする。これが、恋。ギャグ漫画日よりかよ、わらわら。てかブルーロック読む層の子に伝わるかな。正直これを見えないようにやってるつつましさが好きになってきた。なんかもう一周回って愛着湧いてきてる。文字起こしかぶったので消す。っていうかクソムカつく、こんなことのために俺は四苦八苦してたのか。これだったら潔のグッズ舐め回すように見てる方がまだ有意義だったわ。やっぱティーヤは人類役。待てや、お前やっぱ潔くるんち、きつめ激重怪文書大学生だな。検証結果、マガポケ画像だと見えないが、紙で買ってルーペを使えば見える。なお、見えないは見えないで腹立つが、見えたで殴りたくなることが判明。みんなもくっそ暇な時間の時に金と労力と時間を無駄にしてティーヤを解読してみよう。もっと有意義な趣味が見つかるはずだぞ。俺みたいにな。画像は俺が今一番好きな潔だ。毎日見てる。最後のお疲れしたって要するにわざわざ解読お疲れ様ってことだよな。ティーヤの手のひらの上だったな、スレ主。やめろ、言うな、それ余計心に来る。電子版でいつも気になってたから読んでくれて嬉しい。スレ主も16も20もありがとう。今後は安心して一切気にしないことにする。ご視聴ありがとうございました。